皆さんこんにちはステージ衣装専門店 UU モデルですお声聞こえておりますか映像は見えておりますか心の準備はよろしいでしょうか皆様のおかげで第2回 UU ライブコンサート in 練馬文化センターこちらが無事に終えることができましたご出演された歌手の皆様そしてご来場いただいたお客様 配信でご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。今日も素敵なゲストをお迎えして、皆様と一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思います。はい。それでは今日のゲストは、こちらにも書いてあります。渚ぎさひろみさん、そして、勝つ隆りさんもお迎えしてお送りしたいと思っております。それではまず最初に、渚ぎさひろみさんご紹介していただきます。 本日のゲストは渚ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございまーす。はい、<laughs> あら、素敵なお衣装ではい、どうされたんですか？はい、はい、今日は悠々、はい、モデルのステージ衣装を上に羽織って、はい、それから出演いたしました。わ15分前に買いました。<laughs> はい、でも買い立てほやほやということで,そうです。はい。はい どうですか、着心地とか。着心地軽くてですね。もう見た目ゴーヤスじゃないと嫌なんで。そうですよ。本当に。私のために作ったような衣装で、すごく。これ和服にまうそうです。そうですよね。お着物も、あの皆様ちょっとあの机で見えないんですけども、ロング丈で。そうですね。ありますので。ちらっともしよければ、リバーシブルということ。そうです。中がシルバー。外がゴールド。今ゴールドの方羽織っておりますね。 そしてロングだけでございます。こんな感じでね。ということではい。ありがとうございます。宣伝までしょ。穴からしていただいて <laughs> いますはい。あ、結構コメントとあといらっしゃってる方が多いですね。うん、えっとあ、熊谷のあぼじさんからコメントいただいております。<ー>こんにちは。とありがとうございます。そして、加納達也さんもご覧いただいてますね。そして。あ youtube の方ですね、みーみーさんからです。渚ひろみさん、おはようございます。ますとても素敵です。すハートと、ありがとうございます。ますそれでは、はい、あのちょっと順番が変わってしまいましたが、はい、まずは自己紹介お願いいたします。はい、えー。定築エンターテイメント、渚ひろみと申します。今、福岡の方が拠点にしておりますけども、全国で頑張っております。よろしくお願いいたします。はい。 よろしくお願いします、はい、あのライブ配信なので質問などコメントがあった場合はお答えしていただけますかはいもちろんありがとうございます、はい、では今日はたっぷりとね素敵なゲスト後半にもお迎えしますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは第二回 UU ライブコンサート in 練馬文化センターこちらご出演いただきありがとうございましたありがとうございますあのご出演されてみていかがでしたかもうあのまず 楽しかったですね。<っ>楽しかったし、あの舞台構成といいますか、はい、舞台のセットもゴージャスで照明まで気ぃ遣ってらっしゃって、はい、いろんなところで歌い合わせていただいてますけど、はい、本当に観客の方もライトの,、はい、あの振っていただいてそしてライブ配信ということで、はい、全国の知らない方が見てらっしゃるということでね、はい、ちょっと緊張もしたりしたんですけど。 ひろみさんでも緊張されるんですか。いやいや、私なんて私 <laughs> 緊張しなんですよ。はい、それで、まあ本当に楽しい一日を過ごさせていただきました。あ<ー>はい、ありがとうございます。はい、そしてコメントが来ております。はい。あ、ホタヒデオさんおはようございます。とさつきさんからですね。今日のゲストとお友達です。ほら、<ん>ひろみちゃん頑張ってくださいねとコメントが来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。あの本日も YouTube そして Facebook あのツイキャス三本同時に。 配信させておおりまますすのので、はい、えとぜひ、ね、コメントの方をお願いいたします、はい、それではあのコンサートおとといご出演されたばかりなので、はい、ちょっと今日はあのその「ゆうゆうライブ」コンサート11月26日に開催されたお話を、はいろ、はいろとさせていただきたいと思います。はい、あのコンサート会場からの生ライブ配信っていうのは初めてでいらっしゃいましたがした、はい、いかがでしたか、はい いやあのー、コメントとかが来てフェイスブックでお友達だったけど会ったことがない人とかのコメントが来たりとか、はい、あ見てくれてるんだそれとか、あのー、楽屋とか、うん、あのいろんなところで声かけられてフェイスブックでやっぱりお友達だけどはじ、うん、めましてって言って、はいはい、帰り道もあの見てたのよって言って声かけられてへ<ー>わまた全然違うなと思ってですね コロナでちょっとだいぶコンサートの形も変わってきたと思いますがゆ、うん、u ゆライブコンサートはあのコンサート会場からあのライブ配信して皆様にお届けするコンサートという、ね、新しい形になっております,、うんそうですね、今からとってもそのライブ配信ってすごく大事なことかなってすすごく思いました、うん、思いましたた、はい、かっで普通のコンサートとあの出演された側から見てどういうふうになんか違いましたか 先ほど緊張されたってのもおっしゃってましたが。はい。緊張しました。あの生放送という言葉にどうも弱いんですよね。でやっぱり、や、生放送ですよね、あれはね。生放送です。はい。もうどうしようもないですね、その緊張は。はい。でもそれがまたあのライブの。そうですね。はい。醍醐味ということで。はい。ちなみにあのファンの方からは、どういった感想が。ありましたか。あのですね。はい。意外と。あの。 よかかっったでですすてそれは会場ののファンの方ですかライブ配信ライブ配信でやっぱり見てくださる方がいらっしゃったんで,、はい、でやっぱり「ありがとうね」っていう電話をその日にしたら「はい、いやよかったよ」って言って。えーはい、うか、ん、じゃ見れたということです今回ツイキャスで3,000円でチケット販売してライブ配信なんですけども。うん 買えたけど見れない方もいたり、買うところまで行けなかったり、うん、買って見れたけど、今後どうやって見るのか分かんなかったりとか、うん、結構あの、お問い合わせが多かったりするので、<ー>もし買われて見れない方いましたら、悠々モデルまでお気軽に、あの、電話ください。ご案内しますので。みんなで見たみたいで、何人かで。<laughs> はい。だからありがたいす。か大きい画面であれですかね。見られら、ね、と思うんですけどね。あすごいですね。うん、ねあの、会場に行けない方でも、コンサート、うん そういう形でね、ご覧になれるって新しい形のコンサートはどう思いますか、うすね、こういうスタイルは。うん、あのやっぱり行けない方も多分多いと思うんですよ。うん、あのまあコロナの関係もありますし、まあ私のファンの方は。 まあ、ほとんどがあのおでん様方お,とお父様方が多いんでやっぱり足が悪かったりとか<ー>寒かったり風邪を吹いちゃいけないとかありますんで、はい、でもちょっとねネットにきあの厳しい難しいから <laughs> そこまでちょっといけないっていうのもあるんですけど、はい、もっともっと分かっていただいて私自身が教えれるぐらいになって <laughs> <ら>そして見れるようになったらもっともっと広がっていくんじゃないかなと思いました。す、ね、すごく大事なことだとだ思います、はいまはい 社長の方もいろいろとその辺スマートフォン講座とかも私もいろいろ考えておりますので、ぜひ、うんはい、そういうなんか歌手の方からそういうお声が聞こえるのが一番私嬉しいですね。<laughs> もう前向きななぎさひろみさんなので、ぜひぜひゆゆモデルも全力でサポートしていきたいと思っております。はい、はい。じゃ続いては質問コーナーへ参りたいと思います。はい、じゃあじゃん。11月26日、ゆゆ、はい、ライブコンサートにご出演される際、 生放送ということもありましたので、特に何か気にされたことはありますかあの、歌詞をね、<歌詞 S 2> <laughs> 間違えたらもう取り返しがつかないでしょう。だからですね、はい、でも一箇所ちょっと間違えたりしたんですよ。え、全然私気づかなかったですよ、はい。気づかれないように間違えました。さすが<う>プロですね。そこをクリアしたとき、ほっとしたりとかですね。<ー>はい、あと、 初めての試みでドレスを着ましたんで、はい、いや、すっごいお似合いでしたよ。ありがとうございます。やっぱり、お着物のイメージがやっぱり強かったので、私も、あれちょっと二度見しました、楽屋の方で。あれ、えー、本当に もうあのままお嫁に行きたい気持ちでした白いドレスだったんでですねまた悠々モデルのあれであれですよねそうなんですよありがとうございますあのライブ配信チケット買ってる方ぜひその辺見ていただいてくださいあれ一度見るよりも23回見た方が面白みが分かります私も2日間で3回見ました昼夜ともにはい渚さん3回見てますのでありがとうございますたっぷりと後でお話聞きたいと思いますはい あのカメラ目線とかっていうのは何か気にされましたか？うん、そこまで余裕はなかったですね。<laughs> あの一カメ二カメ三カメってあって、あれは見ました。<て>裏に貼ってある紙は紙は見ました。はい、あります。だから一応一応気にはしてたんだけど、<laughs> やっぱスタジオで撮るのとまた会場の一カメ二カメ三カメはね、ちょっと分かんないかなと思って。そうですね。だからはい。はい、では続いてあのパフォーマンスとか何かそういうのは。 生放送ということでこと。なるべく大きくとは思うんですけど、うん、はい、あの、よくうちの社長にも注意されるんですけど、<laughs> 指先の先の先まで神経を使いなさいと言われて、<ー>神経は使ってるんですけど、はい、神経が行き届かない、行き届いてないんでしょうね <laughs>。<laughs> <laughs> <laughs> はい、<で>すごい素晴らしいこう振り付けもやっぱりねさすがだなと思って私舞台で,で見ておりました。あとはあの選曲特に渚ひろみさんの場合一曲目オープニングで。はい はい、歌っていただいて、はい、ちょっとまあ歌手の部の中のラストの大鳥でこう歌っていただきましたが、はい、3曲ですよね全部歌われた曲,、はい、曲です何かこう選曲の順番とか、はい、ここでこういうふうにしたいからこういうふうにしましたとかいうコンセプト的なものがあれば教えていただけますかはいオープニングはやっぱりあのけ軽快なリズムと思ってでんあんまりあの曲数も大してないんでだからあの夜のスワンドレスで行こうと思って。 もう何日も前あ<ー>もう何ヶ月も前からもうそれ決めてたんですよ <laughs>、えー、そしてし今一生懸命頑張っている歌を持ってきて、うん、そして最後は「別れ旅という歌がありますので「はい、最後の歌ですまた会う日まで」という意味で「別れ旅聞聴いてください」という形で,で自分ではきれいに締めくくったつもりでございます。 綺麗でしたもうステージもね <laughs> しかもお着物とまたドレスって両方見せていただけたのですすごい私も楽しかったですね、はい、あとはあのコロナ対策については何かこう気をつけてたことありますか、うん、やっぱりあの3密ニュースとかでも今すごいですからねで私は自身街歩いて会社訪問したりとかしても、うん、そこはもうきちんとしてらっしゃるんですよお互いにマスクして、うん、手洗いしてって。 でどこでこんなに感染が広がるだろうと思ったらやっぱり人が集まって大騒ぎして、うん、そしてニュースでも言われてますけどカラオケとかコンサートとかクラスターとか言われてますからね、うん、そこでなおあの気をつけなくちゃいけないと思ってできることをすべてやってお互いが気をつけるっていうことで止めていかないといけないんじゃないかなと思います。はい、はい あの楽屋の方もゆうゆうモデル、いつもあのコンサートしてるんですけども。はい、半分とか三分の一ぐらいまで楽屋も。うん、あの減らして。対応したんですけども、ねはい、やっぱゆったりした。たりしてました。<笑><笑>たす,すごくゆったりしてたし、で客席もあの座らないところを綺麗にあのね、<laughs> マークして。本当に観客少なく。もうすごい行き届いてありました。ああ、嬉しいです。勉強になりました。 では、続いての質問に参ります。あ、その前に、泉さんからコメント来てますね。泉よしのりさんからです。はなぎささん、おはようございます。泉よしのりです。先日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。洋服も和服も素敵でした。今日も素敵です。ピース。またお会いできる日を楽しみにしてます。ありがとうございます。では、続いての質問に参ります。じゃじゃん。UU ライブコンサートの映像はご覧になられましたかはい。 見ました。いかがでしたいや、もう綺麗ですね、画像がすごく。ちなみに見たのは、テレビの方で、テレビ画面で。テレビ画面で。普通、あの、ちっちゃい、あれ、あね、スマートフォンから、スマートフォンから、テレビに送ったら、画像って荒いんですけどね。もう素晴らしかったです。あの、私、舞台袖にいるときに、皆様が見れるように、iPad をご用意してました結構皆様に見て、あ、こんなに映るんだ、こういうふうに映るんだって、なんか、 ね、歌ってる方の参考にして、はい、いろいろと考えてるんだろうなと思いましたがうん、うん、やっぱり見て映像がきれいっていうのはうそうですねあの時にはがっかりすることもあるんですよ <laughs> やっぱりいろんなところにあれして DVD だいていただあのあこんなにきれいに映るんだったらと思ってですね、うん、もうお店でもずっと流しときたいぐらいです。 ありがとうございますツイキャスに買われた方はね2週間限定ですのでね、はい、2週間たっぷりと見ていただいて、はい、あとはあの音とか、うん、皆様ね結構気にされてるやっぱ歌手の方は音が命ということで、はい、音どうでしたかあもうすごくあのちょうどいいエコーと言いますかマイクもいい手話のマイク使ってありましたかな <laughs> 多分あの。やっぱり配信 音と会場の音の作り方って若干違うみたいで、若干う配信よりにしましたね。あ,<ー>あとはスマートフォンで見るのとああいうテレビ画面で見るのじゃスピーカーが違うみたいで、うん、ちょっとあのスマートフォンでもいい音が出るようにいやもう素晴らしかったですと工夫はしていました、はい、自分の音がうまく聞こえました <laughs> いやいやうま。うまいのでさらにうまく聞こえます。<laughs> うん、本当にもう良かったですよもうなんか。はい なんかね、なんかどっかは悪いとこないかなと思って探してるんですけど、<laughs> 今んとこないですね。本当に感謝です。はい、ありがとうございます。はい、それでは、あの、のあちえさんからですね、コメントが来ております。うん、ご紹介します。はい、お疲れ様でした。とても素敵でした。頑張ってくださいね。白いドレス、とても素敵でしたあ。ありがとうございます。はい、あの、ゆうゆうモデルのコンサートも初めてご出演ということで、<あ>楽屋の方はどうでしたか結構あの、ゆうゆうモデルってあの、社長… が前回出た方から声かけていく感じなので、うん、半分ぐらいがやっぱ同じ方だったりとかするんです、ね、ん全然それもどんんな感じだったんですかね初めて見られる方もいらっしゃったし、うん、フェイスブックでお友達になってて初めて会う方もいらっしゃったしですねであのゆとりを持って楽屋を取ってくださってたんで、うん、そこら辺もちょっとあの落ち着く場所でもありました。あよかったでです、はい、それでは 渚ひろみさん今後のご予定や PR などありましたらたっぷりとお願いしますはいそれではまず私事ではございますけども来年の3月の17日に向けまして、えー、3枚目のシングル新曲を発売することになりました、えー、まだあの曲名とかあのかあの曲名と 作詞家作曲家のお名前まではまだちょっと明かせないんですけど作曲が宮下賢治さん明かかしてるじゃないか、ね、<laughs> <laughs> で作詞が坂口輝幸さんということでね、はい、あの大丈夫ですか生放送ですけどだって昨日お会いして打ち合わせいたしましたんでということであのそれに向けて頑張ってまいりたいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。はい あのね、ぜひうちの UU ライブコンサートもご出演いただければと思いますそれでは,は新曲を引っさげて出てくる形になると思いますのでじゃあ6月,日6月です、ね、1日それまでにあの、はい、渚ひろみさんもファンの方もツイキャスを覚えていただいて福岡からでも、はい 見れるようにね。はい、ぜひ皆様頑張っていきましょう。はい、あ、そして安部美穂さんからですね、コメント来ております。はい、先日はありがとうございました。素敵なお衣装で綺麗でした。はい、おみかん美味しかったです。ありがとうございました。何 <laughs> ですかおみかん。楽屋で <laughs> あの知り合った方に <laughs> みかんを一個ずつ配って、そして二つは <laughs>、はい あのカズラ龍二さんの楽屋に持って行ったんですよ。うん、あら、はい、そんなことが楽屋であったんですね。す全然知らなかったです。はいうん、おみかんおいしかったそうです。そうですね。すみません、<laughs> 今日はたらなくて。<laughs> <laughs> でもなんかこう和やかなムードが今の一言で伝わってきます。うんはい、はい。それでは本日ご紹介していただける曲のご紹介をお願いします。はい。それでは雪鷴、えーえー、なっ。<laughs> あ、失礼いたしました。雪すずめ作詞北条誠さん作曲宮下健二さん聞いてください。どうぞ。<music> 赤い茶碗にままよそい白い小皿にとと少し外はふぐいてあん人はあああん人はこない 泣いてどこの動き場でどこの動き場でそう言って」 ささひろみさんすごい素敵なお歌でねあの私も一昨日い <laughs> 聴かせていただきましたがなんかもうチュンチュンがすごい印象的で,で、ね、しかもコメントもその時ライブ配信でしてる時もチュンチュンと <laughs> かわいいコメントが入ったのが印象的ですね。ねうん だから<え>絶対歌詞の中にチュンチュンって入ってくるかなって前もって分かってたら <laughs> 来た時すごいで、ね、す予知してたんですよ <laughs> 予知してましたはい是非あの皆様覚,覚えて歌っていただければと思います、はい、それでは一旦 CM いかせていただきますあのこのあとはねスペシャルゲストがお待ちかねですので、はい、一旦皆様 CM でーす、はい、どうぞ ライブミニコンサート2021年1月28日木曜日「高田の馬場」にて開催いたしますこちらも会場からライブ配信をいたしますが秒で視聴が可能です視聴方法は「UU モデル」公式 YouTube UU テレビからになります事前に ゆうゆうテレビのチャンネル登録をお願いします。そして、こちらのゆうゆうライブミニコンサートも大好評だったため、次回の出演者を募集スタートです。ゆうゆうライブミニコンサート、2021年4月頃から5月頃、高田のババにて開催予定です。 ステージの種類は2種類10分間のステージは2コーラスを2曲一般の方もしくは歌手の方がご出演可能ですそして20分間オリジナルステージは歌手の方のみご出演可能ですこちらの20分間オリジナルステージの方はこの UU ライブにご出演していただき 無料で PR がでがきます一般の方も歌手の方も YouTube のライブ配信インターネットの生放送で世界中にあなたのステージをお届けしませんか出演枠は限られておりますご出演希望の方はお早めに UU モデルまでご連絡ください第3回 UU ライブコンサート in 練馬出演者募集スタートです2021年6月5日土曜日練馬文化センター超ホールにて開催いたします昼の部のゲストは冠二郎と歌仲間夜の部のゲストは三原つなきと歌仲間 ライブ配信のスタッフは前回と同じメンバーのジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフです。ゆうモデル、史上最高のコンサートを会場のお客様はもちろんライブ配信をすることにより素敵なステージをインターネットで全国リアルタイム生放送でお楽しみいただけます。そして ライブ配信からでも楽しんでいただけるように生放送中の応援コメントをご紹介するコーナーもございます遠くにいてもあなたの言葉が会場のステージまで届きますそう会場に行けなくても応援ができるのですどんなステージか気になる方は YouTube の公式チャンネル ゆうゆうテレビをご覧ください。そして、ご出演されたい方は、ゆうゆうモデルまでお問い合わせください。お待ちしております。 大変皆様お待たせいたしました。それでは、続いてのゲスト、桂隆二さんです。よろしくお願いします。こんにちは。定畜レコード、桂隆二です。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、皆様ご存知だと思いますが、はい、一応、自己紹介をお願いいたします。はいえー、定畜レコードを、今、津軽とサめなどで頑張っております、桂隆二です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 あの、たくさん CM 中にコメントが来ておりますので読ませていただきます。はい、小林みのるさんからです。はい、26日はお疲れ様でした。はい、1>, 1月10日、わがまま3テレビ収録ですね。こちら、ね、テレビ収録よろしくお願いいたします。はい、と来ております。はい、しますそして、ななこさんからです。ななこも見てますよ。と来ております。ーますそして、YouTube からですね。こちら、あ、ちゃたさんからですね。こんにちは。26日はお疲れ様でした。しと。そして、ちえさんからです。 素敵な歌ですね、チュンチュンと先ほどの雪 <laughs> <laughs> きすずめのお歌の時にいただきました、はい、ありがとうございます、はい、ライブ配信なので、うん、質問でコメントがあった場合お答えしていただけますかはい、大丈夫ですでは、ありがとうございます、はい、よろしくお願いしますそれでは早速、第2回 UU ライブコンサート in 練馬文化センターご出演していただき、本当にありがとうございましたここありがとうございましたいかがでしたか いやーもうあのー、もう本当に今年一年ほぼあのー、ああいうステージでね、ぶら下がってないし、あのー、マックスに、あのー、緊張しました。<laughs> も,うもう37年やってあんなに緊張したのは初めですね。あの9月もそうだったんですけども、うん、今回の11月26日も、すごい舞台袖の緊張感は、うん、私も伝染しました。<laughs> あ なんかもうみんなで緊張感伝染し合ってるような感じの。でもあれがやっぱり生放送で、皆様必要な緊張感なのかなっていうのはうの。うんまあ、緊張感ってのはねや、ややはりあの何十年やってても大事なんですよ。うん、ちょっとその緊張感とは違うんですよね。あ,<ら>あのやっぱしあの歌う回数がもう本当にあの今年はね少なかったんで、んまず一番がもう歌詞を 歌詞は飛んじゃうんですよね。<laughs> それはあのオンステージの時ですか。そうなんです。あの<れ>ぜひ皆様あの追キャス買って絶対これ見た方がいいですよ。可愛い勝浦さんがバッチリと写っております。<laughs> いやちょうどね、ま、今あのー、目目はね、うん、ずいぶんよくなってきましたけども、うん、ちょっとこの前目のあのー、手術をしまして、うん、あの視力がなかったのとそれとあのこれまあのちょっとあの,の,前,あの,とあの、えー、前回のその 一番大事な時にね、あのい椎、うん、からこうやりましてね、そうですよ、ね、やっぱ、あのー、人間なんてやっぱり、えー、体調管理をねしっかりしないと、やっぱりこういう時に出るんですね、うんあの、本当にあの今回はいろんな意味で逆に勉強させていただきました。はい、え嬉、ー、しいですね。そしてすごいですよ、桂さん、びっくりしないでくださいね、はい、なんと。 入山明子さんからコメントが入っております。<ー>はい、YouTube からですね、こんにちは、社長皆様、なぎささん、かつらさん、先日はお世話になりました。今日も素敵です。ハートと。ありがとうございます。はい、よかったら、あの<お>一言、ねお昼の部と夜の部の方って、そこまでこう入れ替えでね、でねお会いができなかったと思いますのでの。はい、あのー、私、あの、定時くねたまにあの入山さんに会いますけどね、あのー、本当に、あのー、礼儀正しい、そして、あのー、<laughs> ものすごい、あの魔女,魔女的なこうイメージのあることね。<laughs> そして歌も素晴らしいしね。あの、きっと彼女はやっぱし、えー、これから伸びていくんじゃないかなと思いますね。あの、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。本当に行くわ。ありがとうございます。はい、コメントありがとうございます。うん、そして、n a n さんからですね、n a n はわかりましたか？と。 わかりました小林さん友達です多分ステージでね、ななこさんからコメントです。んななこって時があったそれを多分言われて。ななこで何人かいるんですよ。ええ、その中のどういうかな、あの一番いい女かって。だそうです、ななこさん。よかったですね。そして、あ熊谷のあぼじさんからです。26日はお疲れ様でした。また会える日を楽しみにしておりますもうすぐですよ、会えるのね。よろしくね。 ねえでも配信がね皆さんもちゃんと見られたようで、本当に良かったです、ななこさんなんか、特にね、うん、あの私、ご案内させていただいたんですけども、分かるかしらーって不安がりながらこう、ね、お電話いただいて、ばっちりと当日見ることができて、はいあの、皆さんも登録していただければ、また今度のね、コンサートとか購入するの簡単なので。はい あと、み、見方がちょっと分かんない方いれば、またゆうモデルにいつでもお電話いただければ。私、ご案内します。すねはいはい、実はお、お、私が分かんないです。<laughs> 大丈夫です。あの、<laughs> 強力なすて、助っ人の方々がおりますのでね。はい。 そして、阿部美穂さんからコメントです。先日はお疲れ様でした。今夜さんと一緒にお写真が撮れまして、嬉しかったです。はい、ありがとうございました。し頑張ってください。はい、そして、ちえさんからです。はい、お会いできて嬉しかったです。昭和バンを聞いて、涙がうるっとしました。演歌はいいですね。よろしくお願いいたします。と,ますと、あの桂隆二さんの本当お歌が。 ねえもうあの私鳥肌立ちました、うん、舞台袖で聴いていてでもねあのー、本当に皆様に、あのー、お詫びしなくちゃいけないのは <laughs>、うん、まあ体調不良っていうそういう言い訳をしちゃならなんですけどもやっぱし何十年を経っててね、うん、ああいう大事なステージでまあ声が出なかったりね、えー、ちょっとフラフラしたり、えー、大変あのー、こう嫌な面も見せたと思うんで。 まあ、それは本当にお,びお詫びしたいと思いますね。<Yeah. S 2> あのー、これはもう本当にあのー、自分自身で後でしっかり反省しました。<laughs> でも、なんか、あの、ねえ、皆様、桂さん。 チームカツラって感じで夜の部引っ張っていっていただけたんだなっていうのはすごい。コンサートの一番最後の挨拶を聞いて、私本当にあ今回カツラさんの,あの司会を担当させていただけて嬉しかったなっていうのと、やってよかったなっていうのがはい感情としてありましたね。そしてあのコンサート会場からの生ライブ配信っていうのはいかがでしたかいや、ああ、やっぱし、あのー、 まず、もちろん、あの、おうちでコンサートを、うん、あの、購入していただいた方に、もうものすごい感謝なんですけども、うん、えー、この、コロナの大変な時に会場にね、うん、おいでになったお客様方が、特にあの、本当に、あの、もう、なんと言いますかね、嬉しくってね、えー、もう感謝です。そしてあの、まあ、 こういう感じのステージは初めてだったんですけども、まあ、それに関しては、あまり、あのーまあ、緊張、それに対しての緊張じゃなかったんですけども、えー、非常にその日、ちょっと、あのー、体調の関係で、ああ、声が出ない、マネージャーも、いや、カズさん、どうしよう、困ったねっていうぐらい、えー、声が出ないし、うん、えやっぱり体調管理せなきゃんな、自己管理せなきゃんなっていう反省とともに、 えー、でも、このステージに一回出たら、まあい,いやもう、もう出る声で頑張ろうって、ただその雰囲気がね、うん、もうめちゃくちゃもう良かったです。やっぱり光るうちわとか、どうでしたかもう最高でございます。うわー、良かったね、えーあの。またね、機会あったら、ぜひあの、歌していただきたいなと、そういう気持ちになりました。 <laughs> すごい嬉しいお言葉、ありがとうございます。はいはい、そして、あのファンの方からどんな感想があったかもお伺いしてもいいですか。うんはい、は,いはい、はい、はい。何かありましたか。はい、会場に行かれた方、<あ>もしくはライブ配信で見られた方の感想ですね。うんうん、やっぱしあのー、まあ、あのー、まあ、会場ではあんまり声を出してはあかんということね。うん、でも、あの、後で、あのー、まあ、ラインとかね、あのお電話とかいただきましたし。 また、あのー、本当にあの遠くからねあのコメントいただきました、やっぱり、あのー、これは本当、歌集名義につきますね、あのー、そして、えー、意外と隠れたファンの方が、うん、勝田さん聞いたよって、もう涙出たよっていう、そういうコメントも、あのコメントというか、連絡もありましたんでね、うん、本当に、あのー、こう、同じようにこう、うるると起きて、 嬉しかったですははい、はい、はい、そしてあの会場に行けない方でもコンサートをご覧いただけるという新しいスタイルのコンサートですけども、うん、そちらについては何かどう思われますかいやこれはこれからもっとやるやるべきだと思いますね。うん、まあできたらもう少しこうお年寄りにも簡単にできるような何かを、うん。 お天の声さんに <laughs> 私 <laughs>、ね、あの考えてもらってやればもっともっとあの広がると思うんですよね、うん、これは本当に素晴らしいことだと思いますこれからこういう時代になったと思いますねはい、はい、ぜひねこういうあのちょっと 難しいかもしれないですけども周りの若い方とか、うん、あとはあの、はい、店員さんでも対応してくれるところもあるみたいなので,、うんでね、ちょっとその辺に声かけていただいてチャレンジしてみてください。そでそれでもダメであればいつでも UU モデルで,で、ね、あの対応できますので、うんはい、ぜひお気軽にご連絡ください。はい、あの普通のコンサートと生放送の,あの入っている感じのコンサート全然違いましたか いや、やっぱ違いますよ。<laughs> 何が違いましたかいや、あの、あの、普通のコンサートって、まあ、あの、後でこういう生配信とか、うん、そういうものはほとんどないじゃないですか。うん、やっぱ、気持ちなの中で、今日一生懸命に頑張って歌わないと、これ全国になんあの生配信されるんだってそういうプレッシャーもありましたね。<laughs> かつらさん、全世界ですよ、はい。あ、全世界、全世界。もう、<laughs> アニあせをよー呼ぼせよ、とかね。<laughs> はい、おお、なんて。もう本当に、あの、どうしようかと思ってるんですけどね。えー、でも、まあ、これはね、本当に、あの、うん、おー、まあ。本当、堀田社長にも感謝だし。そして、天皇か、あのー、声、さんにも感謝だし。<ー>まあ、これは素晴らしいことと思います。これからどん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 ,どんね。はい、あのー。 大きくなっていくと思いますねありがとうございます、はい、そしてあのコメントがちょっとたまっておりますので、うんはい、読ませていただきます、はい、えー、七子さんからです桂隆司さん凛々しいリリですね、はい、ハートとちょっと大きめのハートが届いておりますありがとうございますそしてあこちらですね泉さんからです カツラ様、先日はお疲れ様でした。した泉義則よしのりです。初めてお会いできて勉強させていただきました。ありがとうございました。ま,またご一緒にお仕事できる日を楽しみにしております。はい。はい、<非>あの、ツイキャス買っていただいたあの歌手の方、ぜひカツラさんのお辞儀とか、うん、あの、もう立ち振る舞い、うん、もう堂々とされた姿、 に勉強になると思あの素人の私が言うのもなんですが、うん、やっぱり生放送の,あのステージを2回司会で経験させていただいて、うん、たくさんの歌手の方を見たんですねステージ袖と、はい、あとは配信でも見てるのでやっぱり違いますね桂さん。まあ、ステージではね本当私は、まあ、昔からそうですけど、あのーまあ、歌そのも巻きず キ、ま、きタ使って生意気な歌い方をしてますけども <laughs> 態度も生意気なんですけども実はあのおそういうそれは自分のスタイルであって、うん、個性であってでも本当はもう心の中で一生懸命お客さんに訴えて歌ってるんですよね、うんえー。それをまあ分かってくれる人はねあの分かってくれる人はあんなやる生意気だなっていう方もいらっしゃると思いますけども <laughs> でも。 あのー、まあ、歌ってんのはこれからま、いろんな若いやつがたくさん出てきますけど、やっぱ個性なんでね、うん、歌をうまく歌うとかじゃなくて、うんうん、その人の個性を作っていくと、あのー、皆さんに覚えていただいですね。うんえー、な私はそういうちょっと、ちょっと声っぽい感じの、<laughs> <laughs> これはイメージなんで自ら、自ら。<laughs> えー はい、ということでそれでは質問コーナーに参りたいと思います。はい、じゃじゃん !11 月26日の UU ライブコンサートにご出演される際、うん、特に気をつけたことは何ですか歌詞です。歌詞とそれとあのー、その3日ぐらいねちょっとあのー、あることでょっと喉を。 まあ、風邪じゃないんですけども、はいえー、声が出ない状態なので、これはね、ストレスかもしれないんですけども、ちょっと非常に心配しまって,しして、えー、マネージャーも、今日大丈夫かね、大丈夫かねということを、当日本番まで心配してましたよね。だから、うんあのー、本当に、えー、もう、再度、このお自己管理をね、しっかりして、 あのやりなくちゃいけないという教授あ新たにあの持ちましたね。うん、なるほど。うん、あとはあの選曲についてちょっと詳しくお伺いしたいなと思うのが、うんうん、まあ先ほど渚さんもあの、うん、ご質問させていただいたんですけども、オープニングで一曲、うんはい、そして四十分間の桂良二ステージということで、はい、何かこう選曲のこだわりというかこれを ここに持ってきた理由とか何かあれば教えてくださいそうですねあのもともと、えー、まあいわゆる津軽門とか本当のド度演歌でこの約37年来てたんですけどもはいその中でまあ,あの定竹に入りましてね、うんえー、やっぱりちょっとこう色恋のねある歌をカップに入れたらいよってことで、うんえー、この度やりましたけどねやっぱりちょっとこう苦手意識 っていううのあるんでしょうねい歌なんですけどもね。まあそこのところでちょっとね、あのー、カンペを <laughs> してもらって。<laughs> これ目が悪いからカンペが見えないんですよね。<laughs> まあ苦労しましたけども。でも、まあ、あのー、本来はやっぱドエンカカツラ桂ージなんでね、うんあのー、このド苑ンカこエ演歌をね、これから火を灯さないように、えー、灯さないように、 消さないように、えー、頑張っていきたいと思っておりますはい、はい、ありがとうございますでは、じゃあ続いての質問です、うん、じゃじゃん UUU ライブコンサートの映像はご覧になられましたかはい、見ました何で見ましたテレビですかあの、お友達のスマホでスマートフォンはいンいかがでしたかいやー、やっぱし素晴らしいですねあのー、最高です映像ですか はい,、えー、素晴らしい音とかかはどうでしたか男音もいいんじゃないですかただ、うん、私の歌が手くそだったいや,いや,いやちょっと後悔しました。全然ですよ。うん。はい。あとはなんかカメラとか、結構あのね、ジャニーズの某国民的アイドルのスタッフが入っておりましたが、うんはい、カメラはなんか意識とかされましたかいやー、カメラはどこにいるか、あの、<laughs> 全くわかんなかった。<う>ただまた、ね、っすぐ向いて2つですは。はい。えー、でも綺麗にバッチリ写ってました。ああ、そうですか。はい。えー、ねうちのお衣装の宣伝もたくさんしていただいてありがとうございます。いや、やっぱしあのあれはもっと大正解でしたね。<laughs> あのあの衣装は非常にね、あの衣装良かったよっていうことはたくさんあのご連絡くれました。あれですか。もう戦略入っちゃってますか。 いや、あれはあげません。あれはやっぱ記念で、記念ですから。いや、あの、うん、あの、そこの赤っぽいのありますね。あ、あの、真ん中のあれ、俺間違って2着作ったんですよ。2着。はいはい。感じがしてね。ほいで、家帰ったら1着余分になるから、どうしようかな思ったら、 まあ、お友達一人、あの、五郎さんっていらっしゃいますか、ど、そういう方はぴったしな私 <laughs> 俺、あのー、あげたんです。まあ、いつもお世話になるしね。すごいですね、桂さん。本当にもう、なんていうんですかね、おおらかさが、やっぱり話せば話すほど出てくるという、<ー>桂隆二さんの、またそれも素敵な一面です。はい、そして、あ、コメントが来ております。 チャタさんからです。はい、チャタです。お疲れ様でした。お会いして写真一緒に撮っていただき、お優しい方で感激しました。またご一緒できる日を楽しみにしております。ありがとうございます。また大きいハートが来ております。ハートがね。そうなんですよ。一瞬やっぱりね、こう。 あ怖いのかなってやっぱ私も思いました。うん、でも全然話してみると本当にお優しい方なのでぜひ皆様。人は可愛いじゃないです。<laughs> 心ハードですかまたお歌をね歌ってる姿を見ると絶対皆さんのファンになると思いますのでぜひコンサート見てみてください。あのそれでは今後のご予定や PR などありましたらたっぷりとお願いします。えっとね、あのー、私もーおーえー 一回何かか出してもいいかな、まあ、コロナでねこう伸びちゃったからでも<ー>、えー、この前ディレクターに言われました「勝田さんねこの歌評判いいから、うん、もう少し頑張ってね」もうそこでそうだなって、えー、4月の8日の発売なんですけども、はい、その間ほとんどキャンペーンやってないんです、うん、キャンペーンやってないにもかかわらず、あのー、あちこちもうたくさんの方が歌ってくるんで ほいじゃあね、あのー、今現在、あのー、発売した商品だという思いで、うん、これからね、えー、まあ今一番ひコロナひどいんですけども、ちょっとこう様子見ながら、こう動いていきたいなと。それで、車も変えたんです、実は。あ、うん、そうなんですか。今はまででっかいあの、アルファードですよね。うん、あれはね、もう乗っていくとね、もう駐車場じゃないんですよ。 でかすぎて。<laughs> そうですね。ええー、それでもうお金がかかるばっかりだから、うん、今度は私一人で、あのー、軽自動車で、うーん。うん、いや軽, <laughs> 軽自動車じゃないよ <laughs>。軽自動車じゃないけど、ちょっと小型の車でね。コンパクトな感じもう,もう本当、あのーあ、37年前のデビュー当時に帰りましてね、一、はいえー、軒ずつ、もう、本当に、もう長しキャンペーンやってます、私は。だから今度はギターを持ててね、 いいですね。ちょっとその姿を私も見てみたいので、えー、あぜひ。ね、初めて行ったお店でね、うん、でもね本当にあに、のー「流れでつがるという歌名曲なんで私の原点の歌なんで、うんえー、どこも最初はね、えー、どこの役者も来たかなっていう顔しますの本当にマジ <laughs> でも「すいません」って名刺を出すと。 えー、あの流れて津軽の傘て歓迎してくれるんですよね。そしてもう人数にかかわらず CG を買ってくれてそれでまあついであのお気持ちでもってあのいただけるんですよね。本当にあに、のー、もう感謝です。うそしてコメントがちょっと来ておりますので読ませていただきます。 演歌がますます好きになりました。まあ、木最高です。体調に気をつけて頑張ってくださいね。うん、桂龍二さんのド演歌最高です。ありがとうございます。あの、実は、あの、昼の部も夜の部も、私の親戚のおじさんが。買ってみておりまして、<laughs> はい、桂龍二さんのファンで、CD、はいはい、C. D. レコードですけども。持っておりまして。はい、ありがとうございます。あの、お嫁さんがなんかこうサポートして買ってくださったそうで、はいうん、演歌って言わなくて、ドうつけろ。 言われててコメントに入ってましたド演歌最高そうですね、はい、なのでそういうねなんかもう演歌やっぱりいいなって私も改めて思えたようなコンサートだったのでぜひ一人でも多くの方にそうですね、はいはい、それでは今日ご紹介していただける曲のご紹介お願いします、はい、ええー、今年の4月の8日にえー、え定、ー、築レコードに発売になりました「はいえー、津軽みなと えー、これはねまだまだあ売れる歌なんで、うんえー、これは頑張って、えー、やりたい、あのーえー、全国をくまなく、えー、本当に、えー、流しキャンペーンやってみたいなとそういういいに考えておりますはい、それでは皆さんお聴きください。どうぞ すゃどうはいらんしの糸切れりゃそれでいいあんたさむかろうかえてきやれつまるつまるおさの

津田隆二さん、素敵なおもうあの私2日前のコンサートの一番最後に歌っていただいた曲じゃないですか、うん、もうコンサートの風景が、うん、<laughs> 思い出されましたありがとうございますどうでしたか最後にこうフィナーレで一言言って「どんちょうが下がる瞬間」とかまだ鮮明に覚えていらっしゃいますか、うん、いやもうあの時は正直言ってちょっと私は涙をポロッと落ちました <laughs> ああわかります、えー、そうですよね あまあその歌の出来はどうこうよ,よりも、うん、お本当に約今年初めてこういう素晴らしい姿勢で歌していただいてその感謝の気持ちとそしてお客様のね、えー、いろんな励ましのおいろんなことがあ頭に浮かんでね、うん、もう頭下げながら涙がポタッと落ちましたね <laughs> 本当にありがとうございました。はい、それでは、うん 一旦 CM を挟んで先ほどあのゲスト出演していただいた渚ひろみさんと桂隆二さんにまたたっぷりといろいろとお伺いしたいと思います。はい、それででは一旦 CM すどうぞ ミニコンサート2021年1月28日木曜日高田の馬場にて開催いたしますこちらも会場からライブ配信をいたしますが秒で視聴が可能です視聴方法は「UU モデル」公式 YouTube UU テレビからになります事前に ゆうゆうテレビのチャンネル登録をお願いします。そして、こちらのゆうゆうライブミニコンサートも大好評だったため、次回の出演者を募集スタートです。ゆうゆうライブミニコンサート、2021年4月頃から5月頃、高田のばばにて開催予定です。 ステージの種類は2種類10分間のステージは2ーコーラスを2曲一般の方もしくは歌手の方がご出演可能ですそして20分間オリジナルステージは歌手の方のみご出演可能ですこちらの20分間オリジナルステージの方はこの悠々ライブにご出演していただき 無料で PR がでがきます一般の方も歌手の方も YouTube のライブ配信インターネットの生放送で世界中にあなたのステージをお届けしませんか出演枠は限られておりますご出演希望の方はお早めに UU モデルまでご連絡ください第3回 U U ライブコンサート in 練馬出演者募集スタートです2021年6月5日土曜日練馬文化センター超ホールにて開催いたします昼の部のゲストは冠次郎と歌仲間夜の部のゲストは三原つなきと歌仲間 ライブ配信のスタッフは前回と同じメンバーのジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフです悠々モデル史上最高のコンサートを会場のお客様はもちろんライブ配信をすることにより素敵なステージをインターネットで全国リアルタイム生放送でお楽しみいただけますそして、 ライブ配信からでも楽しんでいただけるように生放送中の応援コメントをご紹介するコーナーもございます遠くにいてもあなたの言葉が会場のステージまで届きますそう会場に行けなくても応援ができるのですどんなステージか気になる方は YouTube の公式チャンネル ゆうゆうテレビをご覧くださいそしてご出演されたい方はゆうゆうモデルまでお問い合わせくださいお待ちしております それでは皆様大変お待たせいたしました。引き続き素敵なゲストの方々をお迎えして雑談コーナーですね、フリートークさせていただきます。本日のゲスト、渚ひろ美さん、そして桂隆二さんです。よろしくお願いします。どう,どうもよろしくお願いします。はい、社長がちょっとね、あの桂さんにお邪魔して。あのーどうも お疲れ様でした。11月26日。本当にあの、お疲れ様でした。ありがとうございました。おした。お礼だけをちょっと言おうと思って、はい、わざわざここで、あのー、話をして、顔は見せません。はい。<laughs> え、あの、二人で十分に、あの、話していただいて、で、あの、私も舞台いろいろ見ましてね、本当、うん、素晴らしいなと思って、ぜひ、あの、来年私どもいろいろとやりますので、はい、ぜひ出演していただきたいなと思いますので、また、あの、その辺はご相談に取っていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。いますはい、はい、ということです。あの、夜の部にね、はい、おとといの UU ライブコンサートご出演していただいたお二人ですが、 どうでしたかあの楽屋の感じとか、うん、ねかつらさんかつらさんのお一部屋で、うん、渚さんはあの歌手の部の方々とお一部屋で、うん、コロナでやっぱりねちょっと楽屋もちょっとこうそうですね空いてる感じでしがま,あまあ一つ言わしてみればまあまあ次回のね、うん、あのー、参考なみあや,やっぱり楽屋口からねあのどんどんこういらっしゃるんですよね。 あのやっぱ私はもう怖いから、うん、うん、やっぱ、楽屋口をちょっと、あのそうですね、こういうのあの,あの関係ない人は入れない、うん、しないといけないと思いますね。すねうん、なので、それは是非よろしく、ね、や,やっぱりあの歌手の方々にもご協力していただかないといけない部分はあるので、でねうん、私ね、スタッフ全員、みんな、こうちょっと一生懸命やったんですけど、うん、ちょっと。 その辺が詰めが甘かったので今度からはそういう歌手の方にも必ずご協力していただいてそうですねはいじゃないともう歌手の方もコロナ怖いじゃないですかいやこれは怖いですよ歌われる方も見にいらっしゃる方も意外とね楽屋にいらっしゃる方はねマスクをしないよこれそうなんですよこれはやっぱり一番ね怖いんでそうですねその辺は十分気をつけてのまあ何でもして勉強ですからね次回やるときにね ファンだって言って、かなり強引に入ってくる人が、うん、私はファンだから、私はいいわよ、うん、みたいな感じで入ってきて、うんうんで、その人をね、シャットアウトするっていうのは、なかなかと、あのー、必ず一手うちもいないといけないので、うん、その辺がちょっと難しかったなっていうところがありましたので、次回は気をつけて、改善の余地があるってことは。 いいことだと私はプラスに捉えておりますので、ぜひぜひこれからも悠々モデルのね、コンサート、安心してご来,ご来てあ、ご来場いただけるように、はい、頑張っていきますのでよろしくお願いします。天の声さんがいらっしゃれば <laughs> 安泰です。<laughs> い<や>ありがとうございます。も私もあの、はい。いろんなテレビ局のアナウンサーのちょっとメモしたりとかして。う <laughs> 作ってますので独学でね、こまでできるってね、素晴らしいですね。お二方には本当に素晴らしいコンサートをね、見て、見せていただいたので、またたくさん勉強させていただきます。そしてコメントが来ておりません、ちょっと読ませていただきます。 えっとあミミィさんからですね、うん、リュウジ先生、お疲れ様でした。いつも素敵ですと。とそして、今夜さんからです。<laughs> 素晴らしいと来ております。コロナ対策、やっぱりやりながらこういうイベントっていうのは、どうしてもの私の中の一つの不安は、どこかでうちのコンサートでクラスター感染が何かが出た場合、ね、もう予定してる、来年も11月とかまでやろうと社長はしてるので。 それを全部やめなきゃいけなくなっちゃうっていうのが一番私の中ではすごい怖いなと思ってるので今度からは本当にもう先ほど桂さんが言ってたようにもうビシッと遊戯モデルスタッフの指示に従っていただけないのであれば申し訳ないですけどお帰りくださいぐらいな形がやっぱりもう先ほど天の声さんがおっしゃったその歌い手さんにも気をつけてもらわないといけないと。うん、これあの 私思ったんですが、まあご挨拶に来られたり、うん、ご挨拶行ったりする、その時ね、意外とこうマスクを外して、握手 <laughs> これはね、やっぱりこれもやめてくださいっていうことはね。<で>うん、特に歌手の方は、断れないじゃないですか、ちょっとっていうのは皆様やっぱりね。うん、あの でできないいと思いますので、うん、それを UU モデルのスタッフがピピピーって <laughs> 入れればいいんですけどね。うん、いやそれはあのあのスタッフの数もね、うん、あれだからまあ歌手自身がね自覚を持ってやればそううですね、うん、うん、まあ一般社会でもそうですあのもう自分ももしかしたら感染者かもしれない、うん、自分の家族やね周りの人をた助けるためにはまず自分が自覚を持って人にうつさない。うん 移されないいっていうそういうものを持ってやればねあの必ずあの先々コロナ収まりますから、うん、それまででは、ねうん、頑張りたいですねそしてあの歌手の方にもご協力していただいた、うん、あの客席の方に行かないでくださいとか、うん、という受付は楽屋口から入られる方は事前に申請していただいた方のみですって形もやったんですけども<あ>やっぱり歌手の方によってはちょっとね緩いなって。 方もいらっしゃいましたので、その辺ちょっと今回はシビアに UU モデル側でいろいろと考えておりますので、でね、今後ともよろしくお願いいたします。うんうん、はい、社長何かありますか よろしくお願いします。全部、全部喋ってもらったから、言うことはありません。いや,いや、かわ、はいいですね。<laughs> いや、桂さんもかわいいですよ。<ー> <laughs> そして、なぎさん、もっとかわいいですよ。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。あの、ちなみに、私、天の声、あの、一度、ライブ配信、ここに皆様ね、来ていただいて。はい、その時、になんとなく、こういう方なんだなーって言うのを、リサーチを。 含めててライブ配信させていたただきましその上でこう MC もまたさらにお電話で打ち合わせしたんですけどもなんかもう少しこうしてほしいなとかあればぜひ行っていただきたいんですけども何かありますかいやいやもう十分じゃないですかただ私もこの前のその「ラブのね,ね26日のことをこう言わなきゃいけないんだけどあの時ギブスをねしてきて、うん、もうその喋るときギブスを 外してあの時は正直でもこうやってもしゃべってね、もう、うん、あのつらかったですね、うん、ご迷惑をかけたねそういう気持ちいっぱいですけども、ゆ o、うん、さんに対しては、全くそういう変な気持ちはありません。ですかありがたい、か感謝という感じしかありませんね。そして渚ひろみさんなんなかかね福岡から ご出演していただいて、飛行機まで乗って。はい。次回は飛行機。次回は飛行機まで乗んです次回は飛行機があるからです。あすごい。素晴らしいです。マイジェットがあるということですね。トランプさんと一緒ですね。はい。ぜひ、じゃあ私は、あの、乗らせていただきたいなと思っております。はい。そしてコメントが来ております。 佐々木さんからですね、桂さん、渚ひろみさん、お二人とも素敵ですね。二十六日、衣装も歌も最高でしたよ。コロナですが、頑張ってください。楽しみにしています。といそして、なんと、絵面五郎さんからです。二十六日の渚ひろみさんと桂隆二さんの舞台、素敵でした。はい、ますますのご活躍を期待しております。ます桂隆二応援隊隊,隊員代表なんですね。絵面さんが。すごいですね。はい,は,いはい、はい、はい。 <laughs> あ、そして佐々木さんすごいあの立技な方ですね。渚さんに三をつけ忘れてしまいました。<laughs> すみませんと <laughs>。<laughs> はい、ありがとうございます。あのお二方オープニング一曲ずつ披露していただいてのこうまたステージだったんですけども、ええ、そういう構成っていうのはいかがでしたか。よかったなぎさんからご感想をお願いします。あ、ありがとうございます。はい、うん、あの最初一曲歌をしていただいて、うん、でまた引っ込んで衣装替えして、うん、なんかすごく。 うん、そういう経験もあんまりなかったんで、はい、すごく新鮮でもうなん嬉しかったです<ー>、はい、桂さんはいかがですかあ今日のことですかあのオープニング1曲とまた改めてオンステージというそうですね。あのー、まあ、あのー、非常に、あのー、緊張もしてましたし責任を感じましたけども <laughs> 残念ながら あーそのオー,プオープニングで声がちょっと出なかったんでね、これだけは申し訳ないなと思っておりますけれども、でも、全体的には本当にあの最高でございました。うん、とにかく、あのー、ああいうステージで、ね、歌していただいたことに関しては、うん、社長様本当にありがとうございます。うん、いえいえ、ありがとうございます。感謝の一言につきますね。はい、はい そして、アボジさんからです。お二方、これからもご活躍を期待しております。と。ありがとうございます。そして、あ、えっ、ー、と、YouTube の方からですね。えっ、ー、と、今夜さんから素晴らしいとコメントで、あ、中川さんが消えちゃいましたね。はい。うん、ということです。あの、SNS の方は、お二人とも Facebook を結構、はい。更新されておりますが、うんはい、す今後なんかこう、コンサートの告知とかあれば、うん、Facebook の方を皆様ご覧いただければ、 わかるということで大丈夫ですかそうですね。はいはい。ぜひ、あの、お友達登録していただいて、はい、うん。はい。チェックしてみてください。うん、そして、あ、桜井ゆり子さんからですね、コメントが来ております。26日入院しておりましたので、参加できなくてすみません。本当は見たくてたまりませんでした。次の機会、よろしくお願いいたします。社長さん、天の声さん、いつもありがとうございます。私たちまでありがとうございます。 えっとまだまだあの変えますので見ていただけますねまだ二週間はい変えますそしてアボジさんからです桂隆二応援隊平社員とあ平社員平社員さんは平社員までいるわけですねこういうなんかもう図が見えてきましたねトップが桂さんでそして絵面さんがいてアボジさんというそうですねはいはいはいそれでミーミさんからもですねコメント来ております隆二先生も渚さんも笑顔が素敵でーすと なんかまたお二方、ステージとはちょっと違う、にこっと柔らかい笑顔が見られてますね。<laughs> 彼女はね、もう何年も前からねあの、お付き合いさせていただきますが、うん、あのまあ本当に福岡で、ね、頑張ってますね、うんあの、すごいなと思ってますね。渚さんはなんかお店もやっておられるとか、ね、そうなんですよいうことですよね。初めての出会いは 桂隆二さんのことはすごく前から私言ってるんですけど7年前からファンでしたっなるほど直樹さんがまだ曲出された時に福岡に来られた時にお会いしたのがそれからずっとご縁ですあそうなんですか随分と長いねえもうんかすごく兄貴分じゃないけど親分的な感じで親分ですね何年ぐらいの お付き合いになるんですか7年でね。どうですか78年経っていやもう変わらずな変わらずあの私から見る桂先生は <laughs>、うん、やっぱりもう大きいんですよすごくそうですよねな。あのまあ何があってもアクシデントがあっても、うん、まあいいじゃないかって、うん、もうそしてパッとさ差し伸べてくださる手を だからもう歌手としてはもう大尊敬してるんですけど人間としても大好きです。ありがとうございます。大好きですという言葉が出ました。桂さんも大好きということで。はい、そうですね。私は。気をつけないな。頑張ってる姿をね。 フェイスブックでずっと見てます、フェイスブックから必ず読ませていただきますけども、うん、やっぱりね、あのー、こんな若い女性がね、本当に夢を持ってね、夢に向かって、本当に必死に頑張っているところを見るとね、うんえー、本当にあのー、ーぜひ頑張ってほしいなって思いますね。 私も、ね、一回、あのー、京王プラザで、ねあのー、出ていたときに私を見に行って、はい、見て、うん、あすごく素敵だなと思って、うん、ぜひともうちのステージに出ていただきたいなって思ったんですね、はいえー、それでガズラさんからもお会いに行っていただいて半分強引に <laughs> 無理やり九州から来ていただくとの出会いがあったんで。 ね、まああのー、皆さんまあどっちかとまいうと、まあ、私から見たら後輩の方が多いんですけども、はいまあ、でも皆さんねあのー、本当にあの礼儀正しい人が多いし、まあ、最近は若い子でも顔見てもプーンとする子はいるんですけどねメッセージも言ったんですけども、えー、昭和に比べたら義理人情がな,なくなったなっていう<ー>そういう寂しい面もありますがでもでも今回 えー、26日は皆さん、本当に、うん、あのいい方ばかりでしたあ。ありがとうございます。のこの3月には、ね、あの清水せっちゃんとね、カナダであのジョイントコンサートやりますけどもね、はい、あのこれもやっぱり、えー、こちらの、ね、つ,つながりもあると思うんですよね。あの本当にあり,ありがたいです。はいはい ちょっとコメントを読ませていただきます。中川さんからですね、桂さん、ひろみちゃん、素敵に映ってますよ。桂隆二応援隊一同で、ひろみちゃんも応援してます。ありがとうございます。嬉しいですね。うん、心強いですね、この応援隊は。うん、あのもし応援隊に入りたいって方いたらどうしたらいいんですか、桂さん。あぜひ、あのー、フェイスブックにフェイスブックで、五郎さんの方に行ってもらえば。 はい、はい、ぜひフェイスブックでお問い合わせください。そして中村さんからです。桂さん、これからもド演歌聞かせてくださいね。私もカラオケ好き、津軽とさみなと何回も何回も歌ってます。もう少しでマイボックス完成です。そして桂隆治応援隊21番手と書いてあります、ね。<laughs> <laughs> すごいですね。なんかもう番号が振られてるんですね。す,ねえー、すごいですね。 なんか本当、温かみのある応援隊の方々だなっていうのは、私、ライブ配信、桂さん、3回ぐらいここに来ていただいたんですけども、ね、皆様ね、いろんな方々とお会いして思いました、うんあのー、もともとファンクラブあったんですけども、うんえー、私の息子がデビューしたということで、あの私はもう辞めたんです、ファンクラブを。 あ,あ、<に>そうなんですか。理由でね、あの皆さんに負担かけるから。それでそのまま切ったんだけどまあ、もうそのはまあどんどんあの他の方で、あのあれだからまあゴルジャーとかお友達が数さんあのこう楽しい応援隊を作るんじゃあ,あ作ろう,よってう。なるほどね。はいはい。だから本当にあの。 えー、年会費3000円で安いんですけども、安<い>まあ、みんなでねこう、時々集まって飲んだりね、<laughs> うん、時にはどこかに旅行に行ったり、うんえー、そういうことのできる楽しいね、応援しながらみんなで遊ぼうっていう、親睦を含め,含めそういう会を作ろうっていうことで作っていただいたいです。ねはい、はい そして、チャタさんからです。フェイスブックお友達申請お受けくださり、なおかつお優しい言葉ありがとうございました。また,また大きいハート来てますよ。ああ、じゃさん、ね、<laughs> あまずね、お友達からの、えー、もう超緊張してますんで、お願いしますって、お話ししました。はい、<laughs> 渚さんはあのライブ配信、ここでもライブ配信されましたけども、はい、何か反響とかってありましたか見てる人が少なかったんで、<ー>見た人はすごいね、とか言って。 ありましたけどね。私自身が宣伝の仕方がちょっと分かんなかったから、うねうん、だから今も多分シェアしてるからずっと私のフェイスブックでも連動して流れてるとは思うんですけどね。うん、やっぱりね、時間帯そのリアルタイムっていうのはちょっとお仕事されてる方がいたら難しいですけどね。ねあの一応 YouTube にこの放送も残しておりますので、うん、ぜひあのファンの方にもお伝えいただけると嬉しいです。はい、あ,あとは何かこうお二人で。 フリートーてか何かそうですねあのー、まあ私はあの今の歌をもうしばらくね頑張ってやっていきますけどもまあ、えー、ひろみちゃんはねまだ若いし25や25ですか25でしたねはいえー、あのー、彼女のね前回前作のお歌を私はよく YouTube で見てるんですよ。 で、再生数がどのぐらい伸びてんのかなとかいろいろ気にしてるんです、はいあのー。今度はね昨日おとと宮下先生も言いました、はい、先生いい曲をお願いしますよって、えー、言っときましたけども、まあ、とにかくねあのー、前回の前作出した時のことでそのいろいろ勉強になったこともあると思うんで、ねうん、えとにかくもう頑張,頑張って。はい ええー、漏れてたと思いますね。はい、あのー、まだまだお若いから、ね。はい。ね。頑張ってください。まあ、漏れます。はい、はい。もう、やっぱり、あの、初心に戻ってじゃない。まだまだ、まだ,ね、まだまだ初心なんですけどね。はい。うん、やっぱり、いろんな、売れてる歌手の方も、一番最初はどういう。うん 行動されたのかかなとか色々勉強してう私もね、あの、せがれが新人賞を取ったから、俺は今度は老人賞を狙ってるんですど老人賞 <laughs> <laughs> ?NHK の方よろしくお願いします。<laughs> 老人賞です。はい、よろしくお願いします。うん、でも本当に、すごく、あの、息が長いじゃないですけど、もうすっごいもう、 先輩頼りにしてますのでいやていい <laughs> まああのとにかくねあの、まあ、いろいろ歌い手さん仲間でねよくあの喧嘩をしたりね、うんえー、あいつはこあだこだって言いますけど私はそういうことだけなんですよ。うん、あのみんなねあの一人一人あのいろんな人生があってあのいろんなものを背負って頑張ってるんですよね。ねだからねこれはあのやっぱしみんながねこう手を取り合って少しでもあの お互いに助け合ってそして応援し合って頑張っていくっていうねこれが一番あのー、大事なことじゃないかと思う、うん、たくさんもう特に最近あのー、このコロナの関係もあるかもしれないですけどもあいつはダメだこいつはダメだ、うん、あのねあいつを紹介しちゃったのにあのー、俺を通さないでどこやとねそう,そういう話がいっぱいあるんで、うんうん、これはね私は絶対 大やめてほしいいと思いますね,そ,すね、えー、そして、えー、若い、えー、デビューしたばかりの若い子たちは、うん、やっぱり先輩たちに対しての礼儀作法をねきちっとしてもらいたいとそれがね非常に、うんあのー、今後のためになと思います、うん、とにかく、あのー、全員がね、あのー、助け合いという気持ちでそして絶対にその人のことを悪く言わない 悪,あの悪いところがあったら、うん、その人は直接そっとね、うん、こういうところ直したゃういいよとか、教えてあげて、やってほしいなと、これはもう、世界中流れますよね。はい、うん、流れます。世界中の方に、それを私は強く言いたいです。うんですね、人をね、同じ歌い手をいじめるなって、うんねあ、みんなを、ね、特に若い人に、どん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 応援してやって、 ね、そして、いろんな人、人を紹介してあげて、頑張ってもらえない。はい。私はそういうことでございます。はい、本当その通りですよね。ええ。本当に。私も、あの、本当、桂さんの言う通りだと思います。そうですよね。ええ。それであの、こういうコロナの時なので、本当にね、桂さんにしても。あの、ほとんど歌ってなかったと、初めて。ね、大きな舞台で歌ったっていうぐらい、今ないので、どんどん来年は。 もしできればコロナに負けない感じでイベントをどんどんやっていきたいなと思いますのでぜひご協力もお願いしたいなと。村田秀夫先生でございますけどねわしは村田やわしは勝ツ今や先生いらっしゃいますもうこれからねちょっとご意見番になってねちょっと頑張ろうと思いますとにかくね人のことを絶対言わない人に何か おわマイナスなことだったら教えてあげて、はい。そして幅広くみんなが活活動できるようにやってほしいですね。うんうん、はい、はい、そうですね。はい、うん。素晴らしい。うん、うん、本当に。何かこうなぎささんは気をつけていることとか心をかけていることとか何かありますか？やっぱりあのー。 まあお店とかもやってますねお店とかもやって歌手もやってるってことでやっぱりお客様と近い部分がありますからやっぱりお客様でも、うん、まあ悪口だったりとかいろいろね、うん、相談事だったりするけど発言に困ってしまうからもう私が悪口言ってたってなるのも嫌だしだからやっぱりそれはもう本人にこっそり言った方がいいよとか私はもうそれはもう聞きたくないからとかもはっきり言うようにしてますね。 なんかもう変に誤解されるのも嫌だしで私はもともと歌が好きで歌手になって皆さんに歌をお届けしてあの愛情を持って本当にまだ年は皆さんよりもずっと若いんですけど本当若いですよ25って25だからです、ねはい、言ってましたね<で>確<か>うちのお客様はもうお姉さお母さお父様ばっかりなんでですね <laughs> やっぱり一番年下だからやっぱりそこは愛を持って その内部が伝わるようにやっていきたいと思います,す、ね、はいそして桜井由里子さんからコメント来ております渚ひろみさんいつも歌っておりますいい歌です頑張ってくださいあ,ありがとうございます,ますどうも嬉しいですねあともう一つあの yu ライブコンサートでの課題がやっぱり前回もそうですけどもあったんですがうん、うん、cd の販売です うん、まあこれはでも仕方ないじゃないですか、うん、あの今の時期はね、まあ、これがまあコロナがさ収まればまたそういうこともね考えていただきたいなと思いますけども、うんうん、あの今の時点ではそれはあの私ら何とも思えませんただあのとにかくあ,ああいう素晴らしい姿勢で歌していただくことそれを感謝 そそのもう本当ただそれだれけです、うん、はいあぜひね CD 販売少しでも協力できるような形が例えばあのチラシをちょっと置いとくとか、うん、何かちょっと考えたいなとはネットで買うとかもご案内載せるのもありですし、うん、そういったなんか違う形で従来のこう並んでサインしてどうぞっていうのは多分、うん、それは今はちょっと無理なので。 cd 販売ができたらいいなっていうのはちょっと思ってますのでねそれをまたいずれいろいろと考えてやっていきたいなと思います、うん、ぜひご協力いただけたらと思います、うんえー、まあこのゆうゆうライブさんのこのイベントでこれからねあのそういう一人一人あの本当にあの今広島ちゃんとに歌詞はみんな必死なんです一生懸命なんですよ、はい、ねあのだからみんながあのそういう気持ちを分かってあげて のそのいいわがねどん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 こう広がっていくと最高だなと思いますね。そうですよ。ねよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。そしてあのじゃあそろそろ最後にいいですか。ゆーユーモデルからのお知らせです。ユゆユライブ次回のゆーユーライブご案内します。12月5日土曜日こちら14時頃からです。ゲストはアイリンさんです。お楽しみに。はい。 それではそろそろおじさんの方がやってきましたが桂雄二さんそして渚ひろみさんライブ配信 UU モデルの店舗からでもご経験されてプラス先ほどですね2日前に会場からコンサート会場からもご経験されましたが改めていかがでしたかよかったら渚さんから、はいはい、お願いします、えー、もちろん素晴らしいステージで歌わせていただきましてそれもいい経験になりまして あのこれからもよろししくお願いしますそれとこの配信、はい、それもねいろんな方が見てくださってまたそこから私の名前顔広がっていけたらなっていう形であのそういった機会を与えてくださいましてありがとうございます、はい、もしよければあのご出演をねちょっとライブ配信よくわからないしちょっとこういう時期だからちょっとって迷われている歌手の方へ一言お願いします。ああののでもあの 出てて経験ししした方がいいいいとと思いますとっても楽しいしあの何もしないで終わるよりは何でもやってみてそれから、ね、あの成功するなり失敗するなりありますけどまずは何でもやること出ることでございます、ね、えみんな頑張りましょうありがとうございます、はい、それでは桂隆二さん同じ質問になってしまいますかそうですねはいあのー、一人でも多くの方はね、あのー、歌が本当好きで これが頑張りたいという方がいらっしゃったら、ぜひ、あの、U ライブさんに、えー、持ち出て、あの、歌っていただきたいなと思います。えー、そして、あの、皆さん、あのー、まあ、えー、歌をやってない方、あステだけど、えー、歌が好きで、あの、ステージで歌,歌っている方ユ U ライブ素晴らしい衣装がたくさんあります。<laughs> あ,ありがとうございます。私も、はいおー、今は U ライブの、 衣装しか着てきません。はい、まあ、着物はちょっと別ですけどもね。あ,あのー、ぜひ、あのー、悠々ライブじゃなくて、悠々モデルさんに、えーはい、お越しいただいて、えー、素晴らしいこの、あのー、人柄の社長さんにお会いして、うん、奥様にお会いして、天の声さんはいらっしゃるかどうかわかんないんですけども、<laughs> よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あの、桂裕二さん、うん、ご出演されてよかったですかもう最高です。 やっぱりネットよくラからない、ね、今度また、あのー、はい、あの、前歌でいいから出してください。<laughs> <laughs> そんな、そんな、そんな。やっぱりライブ配信ちょっとよくわかんないっていう状態でも、やっぱりこう、一回経験されると,とる、なんとなそうですね。大体、ライブ配信とは<あ>っていうのが。まだい大体あのー、わかり、分かってきたんで、今度はもっとね、うん、あの、お客さんが喜ぶように、ステージを盛り上げたいな。うん とも,もし出させていただければね、はい、ぜひぜひいただきたいな<ひ>と思ってますので、それではなかなかあのライブ配信、インターネットの生放送は演歌会では浸透するのにちょっと時間がかかるかと思いますが、ゆゆ、うん、モデルはス,テフスタッフ一同でサポートさせていただきますので、ご興味のある方は、ぜひゆゆモデルまでお気軽にお問い合わせください。それでは最後に えっと、視聴者の皆様、ファンの皆様へ一言ずつお願いします。じゃあ、なぎささんからお願いします。はい。それでは皆さん、また会える日まで楽しみに、本当に楽しかったです。またよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、桂隆二さん、一言お願、はいします。えー、これからね、えー、どんどん寒くなってまいります。<laughs> えーえー、そしてコロナもね、えー、ますます、えー、猛威を振るっておりますが、 あ決して負け,負けずに、えー、とにかく、うん、自覚を持って、えー、少しでも楽しい一日を過ごしてもらえると思います、えー。そしてもうクリスマス、お正月も近いんですけども、えー、楽しい、えー、クリスマス、楽しいお正月をお過ごしください。えー、そしてユーラ i v の衣装を買いに来てくださいね。うん ユーユーモデルです。すあ,あ、ごめんなさい。ユーユーモデル。え、あのー、ね、本当にね、あのー、素敵な衣装がたくさんありますんで。えー、よろしくお願いします。はい、それでは本日のゲストはもう素敵なお二方。渚宏美さん、そして桂龍二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。バイバイ。